こんにちは。スピリチュアルキュレーターの大村慎吾です。僕はもうすぐスペインのサンチャゴデコンポステーラまでの巡礼に出かけていきます。約40日間ぐらいの徒歩で巡礼になるんですが、その準備の段階をですね、動画に上げていこうというふうに思っています。今回は履物ですね。この巡礼で、私は靴で行くのではなくて直旅で行こうというふうに思いました。その直旅の購入の様子はですね、南青山にある曹操というお店に行って、そこの、動画を撮ってきましたので、どうぞご覧ください。最近、私がすごく気に入っているお店、曹操と言いますが、そこでですね、スペインの巡礼の準備をしたいと思います。じゃあ中に入りたいと思います。ご紹介します。あとこっちの青山店ですか。青山店です。そうですね。青山店の店長の吉田さんです。そんなに枚数は出ないです。こちらこそお願いします。今回この前もお話ししたんですけど、そのスペインの巡礼に40日くらいあるんですけど、それでちょっと旅で歩くのってどうですかねってちょっとお話をさせていただいて、それでもう買ってはいいよっていうことも聞いてですね、だったんですけど、いっぱい並んでるんですけど、もうそう、なんかこう、でも、ちょっとありますか。まあ、大丈夫ですか。普通の靴との違いじゃなくて、普通の靴との違いからちょっと教えてもらって。はい、そうなんです。もともと直旅は職人さんが作業靴で履くものなんですけども、やっぱ指先がこう分かれてると踏ん張りが効くんですよね。それで歩いてても安定感がありますし、素足感覚なので、こう足裏のこの凹凸をね、直接地面の凹凸を、はい、足の裏に感じるという意味で、機能的にできてるんですね。グリップ感があるみたいな。そうです。そうですね。歩いててもやっぱ安定感ありますし、足のツボも刺激します。ほんまですか。はい。で、40日間ツボしか刺激しっぱなしみたいな。はい。めっちゃ健康になって。はい。これと、これいろんな柄がすごくたくさんあるんですけど、なんかちょこっと違うように見えるんですけど。形が、作ってる会社が違うんですけれども、こちらは兵庫県の高砂産業さんという会社が作ってるんですが、もともと炭鉱部の方が鉱山で働く方なので、比較的ソールはしっかり使ってるんですね。こちらは岡山の丸ごたびというところで作ってまして、よりソールはちょっとこう柔らかく入れてるんですね。横ハゼの数も違うんですが、3枚小ハゼという小ハゼが3枚で、はい、こっちは5枚小ハゼ、なるほどなるほど。ここでこう止める位置で調整ができますので、ピタッとかかとのフィット感がいいですし、こっちの方が歩く時も、はい、しっかりついてきます。どっちか、じゃあ、まあ、僕みたいな感じで長く歩くんだったら、その5枚の小ハゼがある方がいい感じですか。まあ、履き心地の好みもあるかと思うんですけど、より分かりました。これこっちにしようかな。はい、以前買った、はい、これも、そうですね。ですね。お色違い。色違いですよね。すごい履きやすいんですよ。これがね、ちょっとアメリカのね、山とか行ってきたんです。試しに。いい感じで。あ、そうですか。だからやっぱりこの5枚のやつにしようかなと思います。選ばせていただきます。はい、ゆっくり。一回よ、これで切る。この三足にしました。はい、ありがとうございます。これでスペイン行ってきます。行ってらっしゃい。よし、よし、いろいろ聞いてですね、決めました。ありがとうございます。
この円履きを履いていきます。それで、はい、下にね、なんか走ってる人が筋肉サポートみたいなやつあるじゃないですか。はい、あれ履いて、はい、で円履き履いて、はい、行くことにします。東京から犬越えてください。はい。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこれで行ってきまーす。というのが、ソーソーというお店です。ソーソーはですね、東京と京都に、お店があってですね、地下旅ですとか、あとはその和装のような、デザインの服を売っている、非常にこう可愛らしい、おしゃれなお店です。僕も地下旅以外にもですね、最近は、上も下もですね、このソーソーの、服でいつも揃えてるという感じに、なっています。そして地下旅ですね、どうしてそんなに地下旅がいいかというと、吉田店長もおっしゃってましたが、靴とは明らかに違う点があるんですね。だいたい登山ですとか山登りとかトレッキングとか、こんな巡礼に行くというふうになると、普通はですね、トレッキングシューズをですね、推奨されていきます。ですけどトレッキングシューズも確かにいいんですが、そういった靴はですね、どん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 こう性能が上がっていってるんですね。その性能はいかに足を保護するか、そして負担なく歩くことができるかっていうふうに進化を遂げていってるわけなんですね。で、地下旅っていうのはその真逆にあるわけです。そしてその、守られていったその性能が良くなるにつれてですね、足は守られていくわけですが、足本来の機能を失っていくということもある一方であるわけですね。そういったことを地下旅を履くことによって、地下旅はもう地面のくぼみや出っ張りがダイレクトに足に伝わってきます。片や登山靴やトレッキングシューズっていうのは少々の凸凹もですね、関係なしにこう歩いていくことができます。ですけど地下旅で地面の凸凹を感じ取るように歩くことによって、自然と優しい歩き方になる。そして地面のを感じるようになる。で、結果的にですね、その方が早く歩けるようになると。例えて言うなら、この足に目がつくような感覚で歩けるようになるというふうなことを話してらっしゃる地下旅の登山家の方もいらっしゃいます。今回私はですね、地下旅でを履いて40日間ぐらいの、巡礼に行こうと、思っています。その、巡礼の途中もですね、途中でこの地下旅の具合がどんな具合なのかっていうことなんかもですね、配信をしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにご覧ください。スピリチュアルキュレーター大村慎吾がお送りする慎吾チャンネル、パワースポットや聖地の情報を配信しています。情報を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はこちらから。